鍵を使うぞ。門が開いたな。この先にクイーン・オブ・アイスがいる氷の城があるわけよね。ああ、行くぞみんな。これがクイーン・オブ・アイスがいる氷の城。ずいぶんでかいな。ところでさ、あの上の方にあるのは何？あの綺麗なやつ、オーロラ？おそらくあれはエーテルだな。とてつもない量のエーテルがまるでオーロラのように渦巻いている。大量のエーテル？どうしてそんなものがここに？私にもそこまでは。まあ、何にせよ俺たちにできるのは乗り込むことだけだろ。行こうぜ。俺たちを招待したことをクイーン・オブ・アイスに後悔させてやる。焦りすぎてるかな。まずきょうかな。Thank you.
水よ。剣が鈍ったわけではないよ。近くまで来たのはいいけど、この城ってどうやって入るんだ？どうやら直接地上から城に入ることはできないようだ。一度地下に降りてから城に侵入するしかないみたいな。どこか地下に降りられる場所を探しましょう。拳を見とけよ。負けないぞ。炎よ、いや
からまめにセーブちょっとすいませんけどしていきますね。もう逆戻りするのもう嫌なんで、もうここまで来たら、注ぎ込まれているようですね。どうするの？こいつ潰しとく？下手に手は出さない方がいいんじゃないかしら。同感。触らぬ神になんとやら。だが俺たちの相手はクイーンオブアイスだ。こいつはほっといて先に進もうぜ。どうしたの？ライガのおっさん。いや、なんでもない。そう、じゃあ行こうよ。ああ。
て消えろ。よし、やり。
もうすぐあなたのお友達がやってくるわ。それにしてもねえネズミさん、また来た。しつこいわね。クイーンオブアイス。なあネズミさん、賭けをしないか。賭け？ああ、これから私とお前で決闘をしよう。その決闘の間、トウヤの意志を拘束しないでほしい。その間にあの坊やの右腕がトウヤの魔導器としての機能を無効化する。そうだ、なぜ私がそんな賭けに乗らないとならないのか。怖いのか。臆病なゴーレムなんて滑稽だな。クイーン・オブ・アイス、ただの兵器が人間にでもなったつもりか。挑発してみるつもり。そうだ、兵器にも私の気持ちが通じて嬉しいよ。いいでしょう、乗ってあげるわ。ただしあなたきっと死ぬわよ。さあ行け、トウヤ。私はできるだけ長引かせる。その間にケリをつけるんだ。わかった、ありがとう。あらあら、いっちゃった。あんなに急いじゃってかわいい。さてネズミさん、あなた本当に私と戦う気？この私、そう簡単に片付けられると思うなよ。死ぬ、構わない。だが賭けには勝たせてもらうぞ。来い！なんだか寂しいところだな。いや、なんでもない。ほんの少し右腕が共鳴しただけだ。それってクイーン・オブ・アイスが何かしているってこと？わかんねえ。とにかく悩んでても仕方ない。行こうぜ。してもらうだけだ。僕の覚悟は完了している。それを見せてあげる。
砕けて消えろ。
身になっちまえ。そこか。うわ、水よ。いや、行くよ。うわ、くらえ。はっ、そこか。Thank you.
よ。そこか。助かったぜ。
振られ。ただ、行くよ。
回復。はっ。Thank you.
泡も買ってたやろ。
になって。
行くよ。いつの間に私一人だけ？チャンスはないんだ、アツマ。君には僕を壊す義務がある。どうして殺してくれないんだ。僕さえ死ねば、クイーン・オブ・アイスの魔導器さえ壊れれば、みんな幸せになれるんだ。どうや、お前、なんでわざと死のうとなんかする。ずっと俺を騙してたのか。君が罪悪感を抱かずに僕を憎んで殺せるようにって思ったんだ。僕は君のことをよく知っている。きっと君は一生僕を手にかけたことを後悔してしまう。だからそうならないように。お前何様だ。お前は何様だって聞いてんだよ。トーヤ様は何でも一人でできるって。トーヤ様が犠牲になってデビルゴーレムを止めるって。トーヤ様が死んで世界を救うって。ふざけんなよ。お前は何だ。王様か、大統領か、将軍か、神様か。違うだろ。お前はただの一人の学生だ。俺と同じだ。あつ、お前が一人で背負い込まなくていい。俺は確かに役立たずかもしれない。落ちこぼれかもしれない。でもさ、こんな俺だって仲間と一緒ならデビルゴーレムの10体や100体や1000体や1万体くらい軽くのしてやる。君はどうして昔からそうやってできもしない無茶ばかり言うんだい。いいかい、君はたとえ右腕があったとしてもただの人間だ。デビルゴーレムに勝てるわけがない。いや、たとえ勝てたとしてもその先に待っているのはさらなる悲劇だ。さらなる悲劇。ああそうさ、僕は死ぬことは耐えられてもなかったことにされるのだけは我慢できない。どういうことだ。とにかく今からでも遅くはない。君は一度エンテルの魔導器を壊しているからね。知ってるだろう。僕が魔導器が壊れるためにはただ君の右腕に無効化されればいいだけだ。この声はクイーン・オブ・アイス。惜しかったわね、トーヤ。でも時間切れ。ネズミさんは死んでしまったわ。賭けの
私の勝ち。だからあなたは戻ってらっしゃい。戻ってらっしゃい。はい、クイーン。トウヤ、クイーンオブアイス、てめえまたトウヤに何かしやがったな。前にも言ったでしょ、感情回路を抑制させてもらったまでのこと。私のパーツの位置どう扱おうが、あなたに何か言われる筋合いはない。ほらトウヤ、危ない坊やのそばにいないで戻ってらっしゃい。はい、クイーン。待て、トウヤ！トウヤは返してもらったわよ。この先の聖堂で。休憩します。おトイレタイム行ってきます。それじゃあね。